七クマ。私は今野ひとみ、会社員だ。私には実は社内に気になっている人がいる。それは彼、坂本さん。おはようございます。おはようございます。坂本雅人さんだ。前髪でほとんど顔が見えない髪型のせいもあり、社内では仕事はできるけど話しかけづらい人というポジションにいる。坂本さん自身も人付き合いは得意ではないようで、会社の飲み会にもほとんど参加しない。そんな彼が実はイケメンだということを私は知っている。あれはある雨の帰り道、天気予報にはなかった雨が夕方から急に降り出し、傘を持っていなかった私は会社の正面玄関でどうしようかと空を見上げていた。コンビニまで走るか、雨が止むのを待つか。これ使ってください。え、坂本さん。びっくりした。隣にいるのに全然気がつかなかった。坂本さんは持っていた傘を私に差し出してくれた。いいんですか？はい。でも坂本さんが。大丈夫です。折りたたみ傘も持ってるのかな。ありがとうございます。私が傘を受け取ると坂本さんは雨の中を歩き始めた。え？私は慌てて坂本さんを追いかけた。会社の人たちが言うほど坂本さんを近寄りがたいとは思っていなかったものの、自分が濡れるのにもかかわらず傘を貸してくれるタイプだとは思っていなかったので、かなり驚いた。優しいのは素敵だけど、私のせいでずぶ濡れになっちゃうのはダメ。待ってください、坂本さん。私と相合い傘してください。私がそう言うと坂本さんはびっくりした表情で私を振り返った。はい、ハンカチ使ってください。でも。お願いですから風邪ひいちゃいますよ。はあ。坂本さんは私から受け取ったハンカチで雨に濡れた髪を拭った。その一瞬、前髪に隠れていた顔を私は見てしまった。え、すごいイケメン。その時から坂本さんは私にとって気になる存在になっているのだ。もっと坂本さんと話したいな。でも仕事内容的にあんまり話す機会がないのよね。今野さん。はい。お願いしたいことがあるんだけど。はい、何でしょうか。石田さんの歓迎会の幹事をお願いできないかな。え、お願い。どうしよう。私あんまりお酒飲めないのに飲み会の幹事が務まるかな。あ、でも幹事になったら坂本さんは自然に飲み会に誘えるな。坂本さんが参加してくれなくてもお話しするチャンスにはなるかも。わかりました。私でよければ。ありがとう、河野さん。そんなわけで職場の飲み会の幹事をすることになった私は、日取りと会場を決め、いよいよあとは坂本さんをお誘いするだけとなった。ダメ元のお誘いだけど、できれば参加してほしいな。もっと坂本さんとお話ししてみたい。坂本さん。はい。今週の金曜日に移動されてきた石田さんの歓迎会があるんですが。欠席でお願いします。バッサリ。何かご予定が？いえ、職場の飲み会には参加しないだけです。そうですか。無理に誘うのは良くないと分かっているけど、お話しするチャンスさえつかめなかった。もし美味しい唐揚げが食べたいなって思われたら。え？金曜日の夜、急に無性に唐揚げが食べたくなったら私に声をかけてください。急な参加でも全然大丈夫ですので。はあ、こんなに必死に俺を誘うってことはよほど参加者が少ないのかな。今野さん大変そうだな。そんなに美味しいんですか？え？
それじゃあ仕事でトラブルがなければ。坂本さんが参加してくれる、嬉しいです。はあ、俺が参加したところで飲み会が盛り上がるわけじゃないけど、まあ人数が一人でも増えれば今野さんの辛労も少しは減るだろう。坂本さん来てくれるといいな。お疲れ様です。タオル使ってください。皆さん結構濡れちゃってるな。やっぱりもっと会社の近くにあるお店にすればよかったかも。あ、坂本さん。どうも。雨が降っているにもかかわらず、なんと坂本さんは本当に歓迎会に来てくれた。あば、スーツが。すみませんすみません。え、雨が降ったのは別に今野さんのせいじゃないでしょう。そうですけど。このタオル使ってください。ありがとう。坂本さんは私が気に病まないようにそう言ってくれたけど、風も強かったせいで髪まで濡れてしまっていた。ふう。え、坂本さん。はあ、久しぶりに坂本さんのお顔を拝見したな。やっぱりイケメン。坂本さん、こっち席空いてますよ。え、こっちも空いてます。え、私の隣に座ってください。これってもしかして坂本さんの争奪戦。坂本さんが雨で濡れた前髪を上げた瞬間、女子社員たちは目の色を変えた。坂本さんが実はイケメンだってみんなにバレちゃった。女性陣が色めきだったことで坂本さんは飲み会に参加していた皆さんの注目の的に。誰にも知られたくなかった気もするけど、坂本さんがみんなと仲良くなれるならやっぱりお誘いしてよかったよね。そこから私は幹事として飲み物の追加注文をしたり、届いた料理を各テーブルに配ったりと、初幹事役を全うするためにテーブルの間を移動していた。こちらお店の名物の唐揚げです。うわ、おいしそう。もしかして俺が唐揚げが好きって言ったのを覚えててくれたの？はい、今日は石田さんの歓迎会ですから、温かいうちに召し上がってください。喜んでもらえてよかった。坂本さんはというと、女性陣に囲まれて静かにビールを飲んでいた。坂本さんモテモテだ。私が話せるチャンスはなさそうだな。坂本さんって付き合ってる人とかいるんですか？いません。え、そうなんですね。じゃあ好みのタイプは？特には。何かあるだろう。強いて言えば社内の人はありえないかな。坂本さんのその発言に女性陣が静まり返ったのは言うまでもない。かくいう私もその一人だった。そっか、社内恋愛はしたくないんだ。でもそうだよね、会社の飲み会にだってめったに参加しないんだから。仕事とプライベートは分けたいタイプなんだろうな。ちょうどそこで幹事の仕事が落ち着いた私は宴会場の隅で食事をすることにした。あ、ここの唐揚げやっぱり美味しいな。冷めても美味しい。やっぱりここにしてよかった。こんなところにいたんだ。坂本さん。突然現れた坂本さんは私の隣に腰を下ろした。でも坂本さんはなぜか不満げそうで。まったく、今野さんに騙されちゃったな。え？こんなにたくさん参加するとは思わなかったよ。俺なんかを必死に誘うからよっぽど参加者が少ないかと思ったのに。ということは坂本さん、私が参加率が悪くて困ってると思ったから参加してくれた？やっぱり優しいな。私は会社の人間だから恋愛対象にはなれないけど、私が勝手に好きでいるのはいいよね。まあまあ、唐揚げでも召し上がってください。唐揚げで俺の機嫌を取るの？ここの唐揚げ美味しいんですよ。本当だ。ですよね。ここに決めたのは唐揚げが決め手だったんです。え、もしかしてわざわざ下見に来たの？はい。そこまでしなくてもいいだろうに。
真面目だな。確かにいいお店だね。タオルも貸してくれたし。あれは私の私物です。え、今野さんの私物？あんなにたくさんのタオルを自宅から持ってきたの？ええ、天気予報が雨だったので。すごいな今野さん。俺だったらそんなことまで気が回らない。まあそもそも飲み会の幹事なんて絶対に引き受けないけど。その後なんとか歓迎会は無事に終わり、私は皆さんがお店を出た後に忘れ物がないかチェックして、一番最後にお店を出た。忘れ物はなかったみたい。よかった。お疲れ様。あ、坂本さん。するとなぜか坂本さんが一人お店の前に立っていた。どうしたんですか？忘れ物ですか？違う。持つの手伝うよ。濡れたタオル重いでしょ。そんな悪いですよ。いいから。坂本さんは私が持っていたバッグを持ってくれた。ありがとうございます。いえ、どの辺？七熊通りです。え、どうかしましたか？俺の家も七熊通りなんだ。え、そうなんですか？しかも坂本さんはご近所さんで、うちまで荷物を持つと言ってくれた。聞けば坂本さんは実家暮らしで、私が一人暮らししているマンションから歩いて5分ぐらいの場所だった。意外と合わないものですね。そうだね。まあ正直会いたくないけど。ポツポツと話す坂本さんと一緒に歩いているうちに、あっという間に家に着いてしまった。ありがとうございました。うん、こっちこそ幹事ありがとう。おかげでちょっと楽しかった。ちょっとでも楽しんでいただけてよかったです。私はもうちょっと坂本さんとお話ししたいんだけどな。ええ、ダメ元でお誘いしてみよう。あの、よかったら家でコーヒーでもいかがですか？え？私が意を決してそう言うと、坂本さんは驚いた顔をした。あのさ、君は俺のことを男として意識してないみたいだけど。え？彼氏がいるのに家にあげたりしたらダメだよ。え？私、お付き合いしてる人はいませんよ。え？だって前にハンカチを貸してくれた時、男性もののハンカチだったよね。ああ、あれはお父さんのです。たまに出張でこっちに来た時に泊まっていくんですけど、その時に置いていっちゃって、それを使ってたんです。なんだ、今野さんフリーなんだ。なのでよかったらうちでお礼にコーヒーを。ダメだな。ガーン。彼女がフリーだと分かった今、彼女の部屋に上がったら何を言ってしまうか分からない。また会社で。はい、お疲れ様でした。ふう、私坂本さんに警戒されちゃったかな。うわ、雨のせいで余計にもっさい頭してるな。こんな頭で今野さんの家に上がらなくてよかった。よし、本気出すか。翌週の月曜日、私が出社すると社内がざわついていた。何かあったんですか？あれよあれ。あれ？え？その騒ぎの中心には、髪をバッサリと切り、イケメン丸出しになった坂本さんがいた。かっこいいね。でもあれは間違いなく恋人ができたわね。え？恋人はいなくてもいい感じの相手はいたんじゃない？社内の人とは付き合わないって言ってたから、大学の同級生とかかな。どうなんでしょうね。だからうちには上がらないって言ってたんだ。それなのに私ったら2回も誘ったりして、迷惑だったよね。河野さん、おはよう。石田さん、おはようございます。幹事お疲れ様。ありがとうね。いえ。あれ、どうかした？大丈夫です。そう、今日はなんか社内が騒がしいよね。マサトのせいで。え、マサトって坂本さんのことだよね。石田さんって坂本さんと仲がいいんですか？ああ、うん、
大学からの友達なんだ。あいつ大学でモテすぎてさ、わざとモサい格好をしてたことがあるくらいなんだよ。そうなんですか？すごい、漫画の中のイケメンみたいなエピソードだ。入社してからもモサい格好をしてたのに、急に色気づいたところを見ると好きな人ができたな、あれは。え、なになに、今野さんもマサトみたいなのが好み？どうでしょう。否定しないな。俺もっと今野さんと話したいな、今夜とかどう？おい石田、噂をすれば。おいおい、ずいぶんイメチェンしたじゃん。どういう心境の変化かな？お前には関係ない。相変わらず冷たいな。今野さんもそう思うよね。え、今野さんに近づくな。え、何、そういうこと？そういうことってどういうこと？今野さんちょっといい？はい。今野さん今日元気ないでしょ。え、そんなことは。俺すごく元気が出る店を知ってるんだけど。え、よかったら一緒にどう？行きたいです。私は坂本さんに誘ってもらえたのが嬉しくて思わずそう返事していた。でも彼女、もしくは好きな人がいるのに私と二人きりで出かけていいのかな？ここだよ、ラーメン。行こう。はい。めちゃくちゃ美味しいです。でしょ。はい。よかった、今野さんが元気になって。よくわかりましたね、私が落ち込んでるって。それはよく見てるからかな。え、いつも一生懸命で人が気がつかないようなところも気がついてくれる、そういう彼女をいつの間にか目で追うようになってたんだよな。素敵なお店を教えてくださってありがとうございました。今野さんなら気に入ってくれるって思ったんだ。坂本さん、家まで送ってくよ。え、そんなに優しくされたら私諦められなくなっちゃうよ。坂本さん、いえ、ここで大丈夫です。え、坂本さんは社内恋愛はしないって言ってたんだから、勘違いしちゃダメよ。私どうかした？あんまり私に優しくしちゃうと坂本さんが困ることになりますよ。え、困る？どうして？だって坂本さん、社内恋愛は絶対に嫌なんですよね。今日の髪型すごく似合ってますし、私にガチ恋されちゃうかもしれませんよ。ああ、あれ聞いてたのか。確かに嫌だな。そうでしょう。上司とか同僚にからかわれるのとか本当嫌なんだよね。そうですよね。でも俺隠し事するの割と得意なんだ。え、それに好きになっちゃったら仕方ない。え、今野さんは秘密を守れるタイプ？え、多分そうありたいと思ってますけど。じゃあ耳貸して。え、もしかして坂本さんの好きな人は社内にいるの？今野さんが好きなんだ。嘘。本当だよ。これから男として意識してもらえるように本気出すから覚悟して。最初はにわかには信じられなかったけれど、坂本さんの猛アピールが始まり、本当に彼が私を好きなのだと知った。そして私からも好きと伝えて、私たちの交際は始まった。今は会社の人には内緒で交際している。坂本さんは私と付き合い始めた途端前の髪型に戻ってしまった。でもこうして週末を一緒に過ごしている間は前髪を上げてかっこよくて優しい目で私を見つめてくれる。休日はほぼ同棲状態なのだが、平日はただの先輩後輩で。今野さん。はい。二人きりの時は瞳って呼ぶからなんだか変な感じ。
ってダメダメ、ちゃんと切り替えないと。何でしょうか。え、この前あげたピアスつけてきてくれたんだ。ちょっとここ会社ですよ。誰もいないからいいじゃん。そうですけど。俺があげたアクセサリーつけてくれてんのは嬉しい。君が俺のって感じがして。もう私をからかってますね。陰キャの皮をかぶったイケメンのせいで会社にいる間もドキドキが止まりません。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。